私も新しく何かできることがないか探してみるよ。それをエスカが望むなら良いのではないでしょうか。ありがとう、クローネ。ちょっと一人で考えてみるね。さてと、何かを新しく始めるなら、どんなことがいいんだろう。でも、今の仕事も楽しいのに、わざわざしたくなるような他のことなんて、本当にあるのかな。こういう時に、相談できる人といえば、心当たりがある人は何人かいるけど、どの人がいいだろう。うん、決めた。早速聞きに行ってみようっと。なるほど。まあエスカなら何でもできるだろうし、いろんなことに挑戦してもいいんじゃないかな。お兄ちゃんはこれからどうするの？これからもずっと整備士を続けるの？それもいいけど違うよ。言っただろ、世界の果てを目指すんだって。貯金もかなり溜まってきたし、あともう一踏ん張りで次世代型の大きな気球が買えそうなんだ。よくそんなにお金が溜まったね。夢を叶えるためだからね、これぐらいは当然だよ。ただそうだね、正直一人じゃ限界を感じてる。できることはそんなに多くないかもしれない。お兄ちゃん、そんな顔しないでくれよ。大丈夫、なんとかなるさ。それより結局どうするんだい？その迷ってるならさ、よかったら俺と。準備できたよ、お兄ちゃん。お、いいね、それ似合ってるよ。えへへ、ありがとう。お兄ちゃんの方はどうなの？ああ、最終確認が終わったところさ。すぐにでも出発できるよ。でも、よかったのかい？このまま開発班に残ってもよかったのに。ううん、いいの。気が変わったらいつでも戻ってきてねってマリオンさんも言ってたし。それに私も見てみたいんだ、お兄ちゃんが目指した世界の果てを。ありがとう、嬉しいよエスカ。前の探索はちゃんとした結果を残せなかったからね。働いて貯めたお金で自分の気球も買えたし、今度は俺の気球であの丘よりもずっと遠くへ行くんだ。あの丘を越えるのか。世界の果てって一体どんなところなんだろうね。どうだろう、もしかしたらロジーの言う通り本当に何もないのかもしれない。あの丘の光景が延々と続いていて、実はあそこが世界の果てだった可能性だってある。それでも確かめたいんだ、どこかにあるっていう世界の果ての存在を。あの飛行船があったらよかったのにな。でもあれだけ大きなものが作れたんだし、お兄ちゃんならきっとできるよ。あれはみんなの力があったからできたんだ、俺一人の力じゃ何もできないよ。だからエスカが協力してくれるって言ってくれて本当に嬉しかった。俺は一人じゃないんだって。うん、だってお兄ちゃんは私の大事なお兄ちゃんなんだから。俺もエスカみたいな妹分がいてくれて助かるよ。いけるかな、世界の果てに。たくさんの人が諦めた夢だけど。たくさんの人が夢を諦めたって、その夢は俺たちが継いでいけばいい。遠く遠く
途方もなく遠くったってきっとたどり着いてみせるよ。そうだね、きっとそうだよ。よし、それじゃあ出発しようか。